れ今日今回ね、アクスタが2種類と控え室でーす、はい、どうもどうも、アイドルです。お疲れ様です。今日ね、今回デイブレイクの MV 撮影なんですけど、本邦初公開楽屋紹介いただきます。どうぞ。はい、まずあちら奥に見えます方、ツインテールの人。はい、ツインテールのこっち見て。はい、自己紹介お願いします。自己紹介、自己紹介ラです。あ、危ない。好きな、メイクが終わってないんです。好きな食べ物は、好きな食べ物はじゃがりこです。じゃがりこです。はい、じゃあ名前は、名前はレンですよ。はい、次こちらの方ベースの誰ですか。タナメです。タナメです太夫の目を教えてください。チルアウト。チルアウト。じゃあ次行こう。早い。めちゃ早かった。はい、こちら今メイクしているのがうちのボーカルです。ジャッキーのメンバー紹介ということで、ネックリルコインでした。またね。今日の MV どうですか。いいのできましたよ。もうここからメイクオフして帰るだけなんで。今回の衣装のポイント、なんとアイデア発動、白基調です。どうだろう、今日はこれがどこまででも開きます。おはい、そんだけです。開けてみて、限界まで開けてみて。嫌だよ、ちょっと開けたな。はい。オフじゃないんですよね、これ。全然オンのショットなんですよ。よし、よし、ちょっと俺だと今から準備するから。ああ楽屋にカメラだけ呼んどいて、ねえ、逃げてくるのこいつ。こっから下危険です。狭い、狭いよ。こちら新商品のセキパチとなっております。こう使うと普段からお塩一緒に連れて歩けるっていう素敵なグッズになってますので、こちら、これ正しい使い方の見本なんで、皆さんぜひ覚えて使ってください。チェキパチでした。元気してたか。今日の MV 撮影、バチッと決めていくんでよろしくお願いします。ちなみに今日の、衣装のポイントは、これとこれとこのバンダナでございます。なんと私物でございまして、自慢なんですけど、これギルガメッシュで外してるグッズです。実はまさかね、まあ皆さんね、もうすぐ暑くなってね、この PV が出る頃にはきっと僕は皆さんの元にはいないと思いますが、ね、ね、皆さんの元気が少しでも、ね、いい人生を彩るように頑張ります。よろしくお願いします。それでは、あ、肩甲骨取れる。あ、でもこんぐらい角度の方がいいな。そうなんですよ、顔がこんな形もね。そうですね、それぐらい行った方がいいですね。全身がアクスタ用ですね。うん、いいね、かっこいいです。あ、いいですね。法人がちょっと、もうちょっと手見えてる方がいい感じですね。かわいい、こうやってます。じゃあアイドルだからね。はい、実は腹黒いです。おやね、チェキパチってこれ取った、一緒に。自我締めだから、自我締めだから笑わせないで。ちょっと待って、本当に。はい、はい、集中、集中。これでいいですか。いいです、いいです。あ、いいじゃん。ずるいっすよね、あいつ顔いいんすよ。あいつ顔いいんすよ。それね、ずるいっすよ、あいつ顔いいんすよ。ね、ずるい。
あざとい。この映ってないやつの方がうるさいんだよ。あ、いい。もうじゃあこれがパターンだったら大丈夫です。じゃあ。よしこんなに燃えちゃったー。ジャムサーコロッドでございます。ハッピーハッピーハッピー。やっ、爆漏れでしたね。どう、あ、いい、今回もいよいよ、あ、そっそっそっ、見て、パソコン見て、パソコン見て、あ、これか、これ違う違う違う、さっき見ない、もうちょっと見て、違う違う違う、もういいです。あ、そうそうそう、オッケー、かっこいい、いいよ。暇しております。よっそ、あ、Thank you、 社長です。こういう時にね、暇になっちゃったんですよね。何したらいいかな。この後は撮ります。
ね、グッズ撮影ね、グッズ撮影とご飯タイムです。グッズ撮影お腹すいた。はーい、これ撮ってんだ今、世界一自分が可愛いと思ってポーズ撮ってます。君に決めたよ椅子って。じゃーん、新しいリゼのギターです。かっこいいでしょう。こちら60年代のテレキャスターをモデルに作られた G7 のテレキャスです。同い年のギターだからね。全然違う。こちらやっぱ一番の一押しポイントとしてはこの漆黒の深いブラック、 そして、ね、このバインディングですね。で、ゴールドパーツっていう。なんかこれ。どうした？はーい。あ、いい。いいね、いいね。かっこいいっすね。あ、いい。いい。あ、いい。いいじゃない、それ。ブリッジします。ブリッジしよう、ブリッジしよう。行こう、行こう。そうか。よし。あ、いいね、いいね。しかもその状態からやるんだ。すごい。いいね、いいね。光源まだ調査して。あ、いいね、いいね。全然変わってないよ。いいね、いいね。全然変わってないよ。いいね、いいよ。シリ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 、これやばい、何も見えてないって。これやばい、何も見えてないって。これやばい。はい、あっ、あっ、あっ、この状態で顔面漏れる。うっ、ブリッジやばいよ。ブリッジやばい、ブリッジやばい。でもブリッジ上手くいったらここにチェキ来るってことですよね。そう、手めっちゃ動いたもんね。撮影中です。4階なんですけどエレベーターないです。イエーイ。今ようやくあの個人のカットを撮り始めて、うちのゼノさんが頑張っております。こちらです、あの後ろ姿。あ、こっち今見てくれました。あ、レイさんです。レイさんです。はい、レイさんです。あの、レイさんの次ドラム撮るんですよ。なんか今日は楽しみです。カメラがいっぱいで、ブワーってぐるんぐるんします。なんで、期待しとってください。実は、めちゃめちゃお腹空きました。やばいです。まあ、食べてないよね。うん、食べてない。食べてないし、お腹空きました。え、ちなみに今日の弁当って何があったの？わかんない。うわぁ、ドキドキですね、これは。弁当気づいたらメンバー4人分食べてるかもしれない。食べれちゃうよね。食べれちゃう。まだ今日長丁場なんで、これからも頑張っていきます。いや、今からお待ちかねのコンテンツです。全員で撮っていくんですけど、これがね、今日の本番です。レイさん、今回のデイブレイク、どんな曲ですか？今回は、多分今まで前回より激しいですね。かっこいいです。シャウトとかあって誰が作ったんですか？それはもう、大盛り大好きな、ご飯大好きな、食べることが大好きな方です。え、ね、はい、どんどん食らってほしい。熱い。熱い。熱い。頑張ってます。多分あと何テイク取るだろうね。あと5。あと10。15。15、20。30 40 50 50。
るよ、本当に。暑いです。もう、やばいね。やべえ。ね、本当に大変だよ。俺だってマイナス10度の中、シジミが取れるって頑張ってんだよ。ああ転べやったね。撮ってるな。もうラストスパートでね。ラストスパートです。あとはバシッとしっかり決めてな。ね。帰ります。美味しいご飯食べて帰ります。今日実質カロリーゼロだから。そうだ。みんな。なんだこれ終わったら。寿司が待ってるな。お？寿司が。これおもろいっすよ。なるほど、はい、おもろい。これが360度です。そんぐらい近づいてみて、やってみて。あ、いいね、いいね、いいね。もうちょっと。あ、いいね、いいね、いいね。これ、シュリちゃんに送ってください。いいね、ストーカーみたいでいいよ。いいっすね。ね、なんか宗教関与みたいだな。あと2テイク。あと2テイクで終了です。やばい、疲れた。撮影現場でね、もうクタクタなんですけど、はい、その分めちゃめちゃ、ね、いい作品になってると思うんで、これからね、みんなが見る頃には俺らはもうこのこと忘れてると思うんですけど、あ、忘れちゃうのね。忘れちゃう。楽しんでもらえれば嬉しいです。最後にじゃあエリンギうちの、はい、エリンギが締めますので、よろしくお願いします。もうね、いっぱいいただいて疲れました。はい、いっぱい見てね。はい、いっぱいいます。これからも IDA をよろしくお願いします。イエイ。いいですか。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ寿司食いに行くか。はい、お疲れ様です。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 あと5センチ上行きましょう。10センチ。これどうやってんの。いいね、これスタンプラインの特典にしよう。ね、そうだね。ポイント目。いいね。途中に挟むイメージシーンいいんじゃない。やったな。ちょっとイメージシーン